楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。イーグルスの先発はエースの則本、対するライオンズの先発は右の今井、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の則本、マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは秋山。さあ4球目、三振。最後は149キロストレート。イーグルス追う展開で迎える2回です。バッター和田、第9投げた、打った、これは強烈、入れば同点だ、いった、このパフォーマンス。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。同点で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面、打ちました、ショートバウンド、2塁フォースアウト、セーフ、1塁はセーフ、ダブルプレーなりません。打順は1番に帰って秋山、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、打ちました、1、2塁間の当たり、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。3回の表が終わって1対1、現在同点です。同点で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で森、第1打席はレフトフライに倒れています。打った、渡辺、取った、ボールはファーストへ、アウト、イーグルスピンチを迎えます。先ほどホームランの中村、ひときわ大きな声援、見送ってフォアボール、ストレートのフォアボール。第9投げました、初球打ってきた、二塁送る、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。イーグルスダブルプレーできっちりと仕留めました。4回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは和田、投げました、縦のスライダー、ボール、第2球投げました、外れた、ボール、第3球を投げました、直球見送ってストライク、投げた、打ちました、痛烈、いったー、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、和田、これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。和田、一振りで勝ち越し。今チームメイトが迎えます。さあ、先ほどの勝ち越しの場面です。イーグルス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で和田、今日2打、初球打って出た、ワンバウンド、ヒット、イーグルスさらに1点追加、和田タイムリーツーベースヒット、今日これで3打数の3安打。先ほどのプレーです。ライオンズ追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で山川、ゲッツーだけは避けたいところ、投げた、空振り三振、バッターアウト、バッターは DH のメヒア、ここまで2打席連続三振、打ったに当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。外崎、2塁決定、3塁へ、メヒア、ナイスバッティングです。イーグルス同点のピンチを迎えます。イーグルスピッチャーを変えてきました。則本降板、右の青山、厳しい場面での登板です。期待しましょう、注目の投球です。さあ、この大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。打った、掴んだ、これで2アウト、ランナーは1塁3塁、変わりません。金子裕司に代わりまして岡田、第5球投げた、内角、空振り三振、
さあリプレイです。青山やりました。イーグルス、このまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で和田、今日はソロ打ちました。初球打ち、セカンドの左アウト、スリーアウトチェンジ。結局ランナー2人残塁。7回の裏が終わりまして4対3、イーグルスラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。ライオンズ、何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で外崎、第5球投げた、149キロ直球、空振り三振。右バッターボクサー6番山川、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第5球投げた、打ちました、サード左へのライナー、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。1塁牽制、タッチセーフ。第4球を投げました、空振り三振。最後は伸びのあるストレート、イーグルス見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。